原口和弘、原口和弘、原口和弘、1959年、昭和34年7月2日大は、日本の政治家、国民民主党に所属する、衆議院、議員、8期、国民民主党国会対策委員長、日本会議のメンバーだった、2015年に大会。佐賀県議会議員、2期、総務大臣、第12.13代。 内閣府特命担当大臣、地域主権推進担当、衆議院総務委員長、民進党副代表、民進党常任幹事会議長、国民民主党代表代行などを歴任。佐賀県佐賀市出身。佐賀県立佐賀西高等学校、東京大学文学部心理学科を卒業。大学卒業後、松下政経塾、第4期生に入塾した。 佐賀県議会議員選挙に出馬し、当選。県議時代は自由民主党に所属しており、川本派幹部、山下徳夫の系列だった。1990年、平成2年の第39回衆議院議員総選挙に自民党公認で出馬した佐賀県全県区選出の大坪健一郎が落選後に引退を表明し、佐賀県議会議員だった原口を後継指名。 九百九十三年の第四十回衆議院議員総選挙に原口は県議を辞職して無所属で佐賀県全県区から出馬するが同区再開の思いで当選した坂井隆則の得票数五五万千二百四十二票を五百四十九票下回る僅差で落選した。九百九十四年自民党を離党した愛野孝一郎衆院議員に従い新政党に 入党し、同年末の新進党決闘に参画した。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、佐賀一区から新進党公認で出馬し、前回敗れた堺を下し、初当選した堺も比例復活。1997年、新進党が回答した後は、国民の声に参画、民政党を経て1998年、 民主党に交流した。1999年8月、衆議院本会議での国旗及び国家に関する法律では反対票を投じた。2002年から鈴木宗夫事件の追及により徐々に知名度を上げる。衆議院予算委員会で行われた鈴木宗夫の承認関門において、モザンビーク共和国洪水被害への国際緊急援助隊の派遣に反対。 ことを唱えた事実があるか、島田建設株式会社による、秘書給与の肩代わりの事実関係を承知していたかの2点について、鈴木に質問し、鈴木はいずれも否定したが、後に、この証言が偽証である事実が判明し、原口のこの質問がきっかけで、鈴木は、議員証言法違反により告発された。同年9月、予算委員会で鈴木を、 議議員証言法違反で告発することが決議された、た。際も、原口は賛成した北朝鮮による日本人拉致問題にも早くから関心を示していた。自民党の石破茂や中川正一らが中心になって立ち上げた北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟にも設置から関わっており、拉致議連副会長を務めたほか、 常にブルーリボンを胸につけている。国会議員の靖国神社参拝にも前向きで、みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会のメンバーでもある。諸君。2005年8月号には、論文、小泉首相、靖国で会いましょう。岡田代表、私は参拝しますを寄稿した。ただ、総務大臣であった2010年の終戦の日には勘。かん 内閣で閣僚の安国神社参拝を自粛す、申し合わせがなされたため、参拝しなかった。2007年9月から民主党の次の内閣、ネクストキャビネット総務大臣を務めた。2009年9月16日に成立した、鳩山幸男内閣において、NC の閣僚中で唯一、実際に総務大臣に就任している。あわせて、 内閣府特命担当大臣、地域主権推進担当も務める。鳩山内閣大臣を受け、2010年6月8日に、発足した菅内閣でも、総務大臣と内閣府特命担当大臣、地域主権推進担当に再任された。2009年10月2日、原口が代表を務める、政党支部、民主党佐賀県第一区総支部が2008年10月、 NTT 労働組合の政治団体、アピール21、東京から500万円の寄付を受けながら、平成20年分の政治資金収支報告書に記載していないことが発覚した。政治資金規制法に抵触する事案だったが、原口は事実を認めた上で、記載ミスだったとし、訂正を行った。2009年10月15日、新設する。 情報通信政策のタスクフォースのメンバーに、多摩大学の寺島実郎学長、ソフトバンクの孫正義社長らを起用する方針を固めた。2010年1月14日の日本外国特派員協会での講演会で、地方の外国人参政権の付与について、自分の意思に反して、日本に連れて来られた人が地方で、投票の権利を持つのは、日本の国家として大事ことだと述べ、 特別永住外国人への地方参政権付与に賛同する趣旨を表明した。その上で、与党行為が前提で、議員立法が望ましいと述べている。その後、国民新党がこの法案提出に反対し、民主党の一部議員も異論を唱える中、国会での議論の必要性を述べた上で、法案の政府提出は困難との考えを示している。なお戦時中の徴用令によって、 日本本土に渡航した朝鮮人で昭和34年の時点で日本に残っていた人数は外務省公式資料によるとわずか245人である。政策立案のアドバイザーとしての総務省顧問に元国会議員11人を含めた21人を起用し、同内閣の政治主導の象徴的なものの一つとされている。顧問には定員は定められていないが、 自民党政権時代は、次官や総務審議官などの幹部職員が退職後に、1から2名つくポストだった。野党側は、元国会議員を大量起用したことについて、人選が偏っていると批判している。2010年4月、郵著、官保資金の新たな運用先として、海外のインフラ整備などの成長分野を想定しているとの方針を、マスコミに発表している。 10兆円規模で海外ファンドなどを通した間接投資をすると述べている。ロイターのインタビューにおいては年金の運用についても成長性を重視したリスクのある資金運用をしていく方針をしている。2010年5月30日、朝日新聞はインターネットプロバイダーが利用者の通信履歴を広告配信に利用することを総務省が容認したと報道した。現在、 DPI ディープバケットインスペクションという技術がファイル交換ソフトを多用してネットワークに多大な負荷をかける利用者を特定することなどに役立っている。朝日新聞によれば総務省が新たに容認したことは DPI によって個人の利用履歴の詳細を掌握し個人のニーズに応じた広告配信を可能にすることである。 日本国憲法第21条違反の恐れについて、総務省の研究会は、必ずしも正当、必要なものとは言いがたく、正当業務行為と見ることは困難であるとした上で、利用者の同意が明確かつ個別のものあることが必要。各事業者は、透明性の確保に向けて、運用にあたっての基準等を策定し、これを適用することが望ましいとしている。 2010年9月民主党代表選挙では、菅首相を否定するつもりはないとした上で、小沢一郎を支持するとともに、大臣の職責も果たす考えを示した。菅直人が選出され9月17日に発足した、菅改造内閣では再任されず、総務大臣を退任。2010年3月3日の参議院予算委員会で、戦国よしと国家戦略担当省。 前原政治国土交通大臣と共に遅刻し、委員会冒頭で陳謝した。通常、午前9時開会の予算委員会がこの日8時50分の開会となってたが、遅刻理由を前原国交省以外は事務方の日程作成上のミス、総務省幹部などと釈明した。原口は8時52分頃ツイッターに書き込みをしていた。これにより、 委員会の開会が15分遅れ、冒頭に、平野博文内閣官房長官と三閣僚が陳謝する異例の事態となり、同委員会の休憩中官房長官から事務のミスであっても監督者は大臣だと再発防止を求られた。しかし、さらにその13日後の3月16日には、大臣所信に対する質疑を行う参議院、総務委員会に遅刻、直前まで開かれていた。 衆議院本会議が子供手当法案の採決のために時間が延長したためだった。しかし、同じ衆議院議員である亀石塚郵政改革担当省は出席していたこと、衆議院本会議に関係なく参議院、総務委員会を時間通りに開催することを理事会で決めていたこと、開会の時間になっても総務省や与党側から、 原口大臣が出席していない理由について説明がないこと、前回の予算委員会の遅刻で再発防止宣言をした後での二度目の遅刻だったことから野党が反発した。野党第一党の自民党は理事会で留会の申し出をし、野党の公明党、共産党も留会に同意し、与党の社民党の留会に同意し、民主党出身の参議院総務委員長の佐藤、 大輔が留会を決定た。原口は国会審議に2回遅刻した問題を受け、鳩山内閣の掲げる脱官僚の一環として、総務省大臣官房来4人を交代させる4月1日付の人事を内示した。国会開会中に総務課長を交代させるのは異例で、省内では事実上の公鉄との見方もあるが、原口は定期人事異動で公鉄ではないと述べている。 2010年1月15日、原口は鈴木安宗総務省事務次官も交代させていた。鈴木が事務次官に就任したのは2009年7月14日で、事務次官の交代が半年で行われるのは異例中の異例であり、民主党政権誕生以降初の事務次官の交代であった。2010年7月1日、郵便事業はペリカン便を吸収し、U パックと統合したが、 これに伴い大幅な周波の遅延が発生した。7月12日には、ゆうちょ銀行で、システム障害が発生し、提携先、金融機関との間の送金が一時ストップした。原口は、これらのトラブルについて、優勢民営化に伴う拙速な経営に原因があるとの見解を表明した。統合計画は、もともとは、自民党政権時代に、西川義文、 日本郵政社長、当時が建てていたものだったが、2009年に民主党政権が成立すると同時に、西川は社長の地位を追われ、原口が総務大臣として認可した新たな統合計画は、西川の方針は設備過剰であるとして、収益重視のために設備のスリム化を進める方針に転換したものだった。9月7日に発生した尖閣諸島中国漁船。 衝突事件における政府の対応を批判し、超党派の議員連盟、国家主権と国益を守るために行動する議員連盟の結成、10月1日設立に参加し、自民党の岩屋武と共に共同座長に就任。岩屋や民主党の藤田幸久、みんなの党の柿沢美と衆議院議員らと共に、ヘリコプターで尖閣諸島を上空から視察した。 2011年6月1日に野党が提出した内閣不信任決議案、菅卸について、菅の対人問題が解決する見通しが立たないとして、国民の命を守るために、国会議員になったので、民主党を守るためになったのではありません。不信任案を野党が出したといえども賛成します。野党の不信案に乗るのは、団長の思い、どうしても執行部が病院総会を開かないのなら、 僕にも覚悟がある。明日になったら、覚悟ある行動をしたいなどと述べて、その時、不信任案が否決された場合は、造反議員が新党を作って、政界再編という形になる。造反議員が民主党に残るのは、政党人としては理屈に合わないと、自らの覚悟を示していたが、翌2日の採決では、前日までとは一転して、不信任案に反対票を投じた。その理由として、 野党の不信任案に乗るなんて邪道。採決前の大二司会で、菅首相が原発事故収束のめどがついたら、辞任することを表明したことを挙げている。2011年2月13日、民主党佐賀県連上任幹事会の席上で、地域主権改革の推進を目的に掲げる、新たな政治団体、日本維新の会や、佐賀県の首長や地方議員を中心にした。 佐賀維新の会を結成し、橋本徹大阪府知事や大阪維新の会、河村隆名古屋市長、減税日本などと連携する考えを表明した。5月14日には、民主党の佐賀県議と佐賀市議が会派を離脱するなど、分裂したことの責任を取るた、佐賀県総支部連合会の代表副代表の大串博と共に辞する意向を表明。ただし、常任委員会は、 辞任を正式に認めていない。2012年6月22日時点では代表であることを明言している。2012年の消費増税をめぐる政局では6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決で党の賛成方針に反して棄権した。民主党は7月3日の常任幹事会で厳重注意処分とする方針を決定し、 7月9日の常任幹事会で正式決定した。これに関連して、討議に従うのが政党人の責務とした部分のみを取り上げられたとマスコ及びネット批判を展開し、批判が集まると、ツイッターアカウントを非公開とした。2012年9月民主党代表選挙に出馬するも落選。代表選挙後の2012年9月25日、自身を支持した。 国会議員12名と会合し、勉強会を設立する考えを示した。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、佐賀1区で自民党新人の岩田和地下に敗れたが、比例九州ブロックで復活し6選。2012年12月28日、民主党の次の内閣でネクスト総務大臣権地域。 主権改革担当大臣に就任した。7 0を目指した2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙では、妻とジップを立て続けに亡くした上、本人も階段を踏み外して、失火を複雑骨折し車椅子での選挙戦となるなど、厳しいものであった。前回敗れた岩田和地下を下し当選を果たした。なお、膝の具合は緊急手術後に、 メチシリン体制黄色ブドウ球菌 MRSA による院内感染を引き起こすなど重いもので国会復帰は翌2月までずれ込んだ2016年3月の民進党の立ち上げにあたり同党に合流さらに2016年11月下旬にも自宅で転倒し右腕と右足を骨折入院生活に入ったその後本人は一連の骨折の原因が 骨形性不全症と思われる遺伝性の骨の難病であると診断されたと説明。その上で議員続行の意思を示した。2017年3月29日の衆議院外務委員会にて現場復帰し質問に立った。2017年10月実施予定の第48回衆議院議員総選挙では民進党が旧規模の党への合流を決めたことにより、 10月3日に希望の党の一時公認を受けた。原口は一旦は公認を受諾したが、同党の中山重明元文科省が首相指名は安倍首相が良いと発言したことや公約の不一致を理由に10月7日に公認を辞退。無所属で出馬する意向を示した。これを受け、日本共産党佐賀県委員会は独自候補を取り下げ、公示2日前に野党統一候補となった。 選挙戦では、岩田との三度目の対決を制止8戦。10月26日に、岡田克也が代表を務める、無所属の会の結成メンバーとなった。2018年5月、無所属の会を大会し、民進党と希望の党の合流により結成された、国民民主党に参加し党代表代行に就任。9月11日より、党国会対策委員長。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。